おめでとうございます。駐車場ぐる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 どうぞ、向こう向いて、せーの、サウン、はい、ダン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 気になる。うん。なんか、あ、なんかもうちょっと頑張る。でかれ。お疲れ様でした。明日よろしくお願いします。お願いします。というわけで、リハーサルっていうリハーサルちょっと今日できなかったんですけども、ああいうホールとかね、ああいう場所でやるときには僕たちあの舞台に出てる演者だけではないんですよ。スタッフだったり音響さん、照明さん、いろんな分野が一つずつねリハーサルとかですねやっていくので、僕たちのリハーサルと私に裏方さんのリハーサルも兼ねてやっていくので、順番ずつやっていったらね、ちょっと思ってた通りにいかなかったんです今日は。でもそこをねクリアしていくのがね、あの大衆演劇の役者さんの腕なん、腕ちょっとおかしいかな、腕って言ったら腕なんでしょうけども、何やろね、なせる技、大衆演劇の役者さんやからこそなせる技なんですよね。うまいことできてしまうんですよ、これが。なぜか。でね、明日は、お芝居、そして、舞踊ショー、そして最後は純也くんとの太鼓と三味線のバトル、お楽しみいただきたいと思います。では、もう乾杯でございます。もう、でも、そういう公演の前の日ぐらい飲むなよって感じなんですけども、仕方がない。明日の公演は私の地元公演ですから、私のこの家から、歩いていける距離の会館なので、あ、でも、明日が無事終わった、やったーって言うてる場合じゃないんですよ。その足でそのまま静岡の浜の湖まで行かないといけないんでね、あの、松丸屋小弁太のところまで、いとこのところまでね、で、初浜名湖ですよ。うなぎパイ買ってこようと。まあ、その前に明日を頑張ります。お疲れ、おやすみ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。失礼いたします。
福田山本です。すいません、なんか。おはようございます。ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。みんなそうでやん。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。僕も買いました。そうそう、買った。同じやつや。同じやつや。はい。お揃いや。はい。あの舞台は全然なんですけど、ちょっとこの道中だけ撮らせてもらって。いえ、大丈夫でございます。全然大丈夫でございます。よろしくお願いします。お願いします。ね、ちょうどここ。ちょっと見切れて見えないんですけどね。ここら辺りね、もうちょっと向こうに北野田の駅があるんですよね。で北野田の駅前のマンション。そして、ずーっと来て、ちょっと見にくいかな。あそこら辺りにピンクと茶色の校舎が建っているんですけども、あそこがですね、バブリーダンスで有名な富岡高校ですね。さあそろそろ開演です、お昼の開演です、頑張りたいと思います。よいしょ ありがとう、サンキュー。あっち置いて、あっち置いといていいよ。じゃ行きましょうかね。お願いします。行きましょう。はい、OK です。始まります。おい、手間ばっかりかけないでもらってください。私たちも困るんです。バカを言うんじゃねえや。おめえの顔見て好きねえだってよ。お前どこに目つけてやがる。俺じゃねえよ。おめえの妻にて捨てねえと言ったんだよ。1、2の3、アコウの仁助、キラノサンタロウ。なあ、いいか、遅れるんじゃねえぞ。邪魔したな。ごめんよ。今の話聞いたか。ああ、聞いたぜ。スモアールの大門、お記者、悪い野郎に壁を作っちまったな。サンタロウ、家行くぜ。
さん。本日のご来場誠にありがとうございました。1月の17日ごとにでございますね。本日は阪神淡路大震災に25年目でございます。黙祷。ありがとうございました。では紹介しましょう。本日の特別ゲスト、小川淳也です。どうもありがとうございます。ありがとう、本当に今回もありがとうございました。どうもないです。ありがとうございました。もう本当に最初は突拍子もない電話ですみません。いえ、はい、電話かけてね、はい、ごめんやけど1月一緒に舞台出てくれるかなって言ったら、はい、普通ちょっとって言ってくれる言うかなと思ったら、はい、ちょっとあいいですよっていう感じですごいありがとうんです。すごく嬉しかったです。いやもうとんでもないです。こちらこそ。何を、はい、でも僕純也君と一緒に、はい、あの三味線と太鼓がやりたかったのに昔から。あそうですか。昔からやりたかったのに、はい。
様でした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。おいしょ、お疲れ様でした。お昼の部が終わりました。さあもう、夜の部が5時からで、ただ今開演40分前です。今からお弁当食べます。今回のお弁当はじゃん、うわーやったね。それと不動大和くんからチーズバーガーいただきました。チーズバーガーと、一緒に食べます。いただきます。近頃こういうのが美味しくなってきたね、年齢的に。こういう大根とかね。チーズバーガーからのサバ。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、僕も楽しかったです。ほんまに？またよろしく。こちらこそよろしくお願いします。2月20日大阪弁天町世界館というホールで一人会、私一人の舞台をやらせていただいておりますので、またどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。